は有機質肥料 100% で作っている有機の農園になります。もうやっぱり化学肥料も使わないし化学農薬も使わないわけですから、本当に始めた頃は右も左も分からずに、ね、虫が出たどうしようみたいな感じで、まだ有機を始めた頃にお茶の木がずっといろんな病気が出たりいろんな虫が出たり芽が出てこなかったりっていう、そういう失敗があって、昔の有機イコールなんかこうまずいよねみたいなイメージでしたもん。20年前にやっぱり畑の方はだいぶ苦労したんじゃないのかなと思いますけど、まあ、失敗の連続でしたよ。最初虫がものすごく発生して、藤崎ののは虫がいっぱいいると、でお前のところは虫がいるみたいやなって言うから、もう俺は虫を飼ってるうち言おったのよって。有機という他の人たちが笑う時代に私も意地でやりよったわけだから、今でこそ有機肥料って言うけど、土作りですよ、土。もう一番の先生はやっぱり藤崎さんですね。まあ、藤崎さんという人が無農薬をやってる、もうずっと発酵肥料も作ってるってことで、それだったらちょっとこっちも勉強したいので、まあ、藤崎さんに教えてもらいながら今は発酵肥料を作ってるところですね。夢を見るのはただだけど、それを実現するためにはそれなりの努力がいるから、まだ勉強、これからも死ぬまで勉強でしょうね。ひいじいちゃんからしてるぐらいだから、もう100年はなんないけど80年ぐらいになってるので、4代目ですね、僕なんかは。はい、なんかもうお互い多分22ぐらいからお茶に収納した形ですね。まあ年齢も3つぐらい違うので、大輔いいとこですね。誰に対してもすごくその厳しさもありますし、そしてまた優しさもありますし、いろんな部分を見てて、まあやっぱり雄一郎くんがすごく尊敬できる部分は大きいですね。はい。まあいつまでも二人とも工場に入っててもちょっとダメだよねって話になった時に、まあ大輔の方に畑をしてくれないけって言って、大輔も分かったって言って、これはお茶の木が光合成をすることによってその硬くなろうとする、そうすると渋みが強くなるんですよ。でもお日様の光を遮ることによって渋みを抑えてくれる効果があるっていうのが大きな役割ではあるかと思います。だいたい1芯3葉とか4葉ぐらいというところで 1.2、3センチぐらいがやっぱりいいって言われてますね。はい。土作りができなければ自分の中では有機栽培というのはできないっていうふうに思ってます。自分たちで堆肥場を作って今はぼかし肥料を作ってるところですね。
なのでもう 100% 天然の土作りというか、まあ一番の基本の肥料になると思います。全部配合して水と菌と与えて発酵させてから畑に振ってます。やっぱりだいたい50度から60度ぐらいの温度がなった時が一番その発酵されてるんですけど、それが過ぎるともうちょっと温度が高くなったりするので、まあタイヤショベルでちょっと攪拌をするというか作業をですね、年間を通してしています。だいたい1日2日すると振った肥料のところに白い菌が畑の中にバーッと出てきます。それ今菌がその肥料を分解を始めているところですね。そこでアミノ酸とかいろいろ虫が分解してくれて、それをお茶の木が吸ってするので、有機肥料を使って土作りをしてるとちょこっと掘るとミミズがウニョウニョウニョって出てきますね。なのでもう全然ふかふかさが違いますね。僕はもう工場の心臓だというふうに思ってます。はい、ハリケーンという機械があるんですけど、それで水と風で虫をある程度追い払うんですけど、お茶の葉を食べる害虫がいる、それを今度は旅に来る昆虫とか、まあ、テントウムシだったり、ちっちゃいダニがつくんですけど葉っぱの上のところに、やっぱそういうのをテントウムシとかが食べてくれたりとかするので、うまくそういう虫たちとも付き合っていかないと簡単にはいかないですね。はい、昔のお茶は渋くて、まあ言えば薬から来たわけだから、今はちょっと甘いのが好まれてて、自分がお茶をして16年経ちますけど、その時はまだ小さな畑でちょっとまだ有機栽培挑戦してるというような感じで、まだ栽培方法とか肥料なんかも完璧ではなかったので、全く逆のことをするわけですもんね。化学農薬も使わないわけですから、葉っぱの方がやっぱり害虫にやられて、だから結局摘んできた葉っぱもこれダメだよねみたいなのがやっぱりありましたもんね。何百万という被害を2年間ぐらいはちょっと出して、そういう失敗はありますね。まあでもね、へこたれずに、いやまあそのうちこれは絶対ね注目を浴びるだろうって感じでみんなやってたので。やっぱ藤崎さんがいないと有機栽培も始まらなかったので、藤崎さんに、まあ、発酵肥料の方から全部教えてもらって勉強して、最初いたのはだからバカとバカかって呼ばれても頑張らねえ感じのいつも話をしてましたよね、うん、一番最初に藤崎さんが一番リスクを払ってますもんね。無農薬栽培で、まあ、自分のポリシーだけで始めてるんだけど、やっぱりそこずっと曲げないでしてるので、虫に食われようがなんだろうが、無農薬をして儲けようと思ったらしない方がいい最初から。まあかっこいいことを言えば、人の命を健康にするのが一番言えばそれまでですけど、自分の親父じゃないけど、まあ親父みたいな感じですね。本当に自分にもいろんなアドバイスをくれるし、でやっぱりダメなことはダメだっていうふうにちゃんと言ってくれますし、そういう意味では先生でありお父さんっていう感覚近いですね。はい、菌の世界というのは難しいですよ。時間が経てばまた藤崎さんにもやっぱりお茶の木がこういうふうに、根がこういうふうに結果を出してくれたねっていう話ができればなと思ってます。要はこれからやる気があるかないか、若い人たちが、それにかかると思います。とにかく色が綺麗で、とてもまろやかで、美味しかったです。
やっぱりあの野菜とかは必ず洗いますよね、どんなもんでも。ところがお茶だってそのまんま使うわけですよね。飲む方の気持ちとしては農薬も何もついてない状態がやっぱりいいなっていう。ところがチランのお茶は本当にそういう意味では勇気で安心な上に本当に美味しいんですよ。皆さんにもこれはぜひお伝えして、皆さんに飲んでいただきたいなっていう思いです今一番。やっぱり実際飲んでる人の話が聞けるのはだいぶありがたいですね。パルシステムさんの組合員さんにもいいものを届けたいし、もっともっと高めてくれるようなそういう存在なのかなっていうふうに感じますね。またさらに進化して、そこはちょっと期待しながら飲んでいただければなと思いますね。もう日本一美味しい安心安全なそういう環境に配慮したお茶なので、ぜひ皆さんに安心して飲んでいただけたらなと思います。